神奈川大学体育会産学部は、神奈川大学体育会に所属する登山部。2000年に、夢抱き、夢育み、夢実現という言葉を掲げて、セブンサミッツ計画を進行。2009年に、OB 会と共に、ビンソン・マシフ・ボン島町により7大陸最高峰を、踏破し、世界で初の単一大学による7大陸最高峰踏破を、達成。 スポーツクライミング競技にも参戦している。2018年にはボルダリング世界選手権優勝者を輩出。神奈川大学山岳部の歴史は横浜専門学校時代の1929年から1930年に始まる。アルパインクライミング部門は2003年から2009年まで山岳部及び OB 会、学士山岳会がセブンサミッツ計画を進行、達成。 現在、山岳部創設100年に向けて、グレートサミッツジャイアンツ、略して G&G 計画を企画している、スポーツクライミング部門は、世界選手権等で成績を残している。セブンサミッツ成功報酬として高さ12メートルのクライミングウォールを大学が建設、それと同時にこのクライミング部門が考案され、2013年設立に至った。歴史としては、 アルパイン部門と比べ短いが、実力のある選手をスカウトしており、戦績は良好。毎年最大2名まで取っており、推薦等で入学してきている。1期生、山内誠、安田アトリ2期生、飯田譲る、野村真一郎3期生、小形義幸4期生、原田海、山内京五期生、川上高輝6期生、田中修太、中島大地7期生、 番章第一2018年オーストリアインスブルック、アイフスククライミング、世界選手権ボルダリング優勝原田会2019年、アメリカ合衆国コロラド州ベール、アイフスククライミング、世界選手権ボルダリング優勝、小形義行スポーツクライミングワールドカップなどに挑戦している。神奈川大学体育会山学部。ありがとうございます。